をもらおうとした理由って何なんですか。だから耳が今ね聞こえないから今病院行ってんだよ。え、あの人って違う。あ、すいません。あ、お兄さんどうも。はい。カバンの中？お弁当ね、一人ないよ。お弁当一人一個なんだ。あ、でもないならないでいいんですけど、もしなんか2個とかもらってたら、やっぱ他にも必要な人がいっぱいいるから。ほんで返しからいいよ。うん、カバンの中見せてくれればいいんで。いいよ。何も入ってないよ。でいいよこれまあ。ちょっと一回見せてもらえます？いいよ。で、これ返すからいいよ。いや、返すとかじゃなくて。返すからいいよ。じゃいいよとかじゃなくて。ね、いい。じゃあ、いいよ、ほんじゃ。いいんだって、いいんだって。いらない、いいよ。いらないよ、ほんじゃ。食べてよ。だって、カバンの中見てくれって言うから嫌だじゃん。なんで？なんでも。なんか悪いもん入ってる。いいよ、それでも返すからいいよ。いや、違う違う。1個目だって。いいよ。ね、それで。ほら。ほら。入ってんじゃないですか。うん。ダメじゃん、そんなことしちゃ。だから、これ返せばいいんでしょ。すいません、はい、すいません、ありがとうございます。すいませんね、この間は本当に。あ、いいえ、いいえ。まあ、結構お弁当をその2個持って行っちゃってたから、はい、僕もすごくこう必死になって、うん、まあ、お兄さんのこと呼び止めたんだけど、はい、今日はちゃんとお弁当1個ですか。1個だけもらったの。本当に。あ、ほら、これってもらってない。あ、そうね。あの、ほら、手渡したでしょ。うん、はい、これと引き換えにお弁当渡します。はい、これと引き換えにお弁当渡しますんで。あ、ごめんなさいね。はい、なくさないように。へえ、私これ1個くれた。あ、今日はこうシール持ってるでしょ。うん。じゃあ、お弁当とシールと交換じゃん。あ、1個ね。うん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 。あ、よかった。あれがなきゃダメだよ、シールがね。ああ。シールとお弁当で交換だよ。うんうんうん。あれ1枚だからね、お弁当1つ。うん。まあ、そしたら、あるお兄さんもズルできないもんね。うん。うん、今日だけだな、あれシール持ってったのね。初めてですね。前は、うん、持っていかないよね。うん、まあ、弁当もらって今日はシール持ってったのね、うん、お弁当くれる人のところにね、うん、で入って渡したじゃん、うん、入って渡したらお弁当くれてたわけ。ニックネームとかでもいいんで、お兄さんのことなんて呼べばいいですかね。なんて呼ぶが、うん、あ、名前、うん、名前はみんな呼ばないもんね、友達同士でも。なんかニックネームとかありますか、あだ名。広島、俺広島応援してんから、うん、広島で通っちゃうわけだ。お、いいですね、うんうん、じゃあ広島さんね。カープ、うん、カープで通っちゃうわけだ。名前、俺の名前がカープで通っちゃう。あ、じゃあカープさんにしよっか。前の人がカープはしてんから、俺までカープって言って何ってなっちゃう。おー、カープさんって呼びますね。あ、そう、それが名前呼ばれ分かるよね。カープって、はいって言われる。あ、そうですね。じゃあカープさんは、ご年齢はおいくつなんですか。あー、もうね、76。76？ はい、もう年いってんだよ、俺も。若くないよ。あー、そうなんですね、うん、で、出身は広島なんですか。いや、俺のこれが向こうにいるの、広島の方にいるの。へえ。だから俺がカープを応援してあげてんの。それは、奥さん？彼女？あ、うちの奥さんじゃない。俺の知ってる友達が向こうにいるの。あ、そうなんですね。だから俺がカープを応援してあげてんの。うん、そうなんだ。ずっと横浜でどのぐらい生活されてるんですか。あ、こっちに来て、うん、もう20年ぐらい経つな、こっち来て、こつぶきね、ええ、うん、あっち行ってもう20年ぐらい経つ。今までそのずっとその生活保護で生活してたんですか。はいはい、そうそうそう。何歳ぐらいから。あ、何歳ぐらいから。何歳ぐらいから。62歳ぐらいからだね。そうなんだ。それまでは仕事してたんですか。うん、あ、そうそう、お仕事。何のお仕事。何のお仕事。あ、うん、倉庫の荷物運び。荷物運び。結婚はされたことありますね。結婚。あ、結婚したけどもう別れちゃった。へえ。何歳ぐらいの時。これがね、32ぐらいだ。それはなんで別れちゃったんですか。奥さんが病気してんからだ。病気してる。うん、病気してんから別れちゃったわけで俺は。へえ、うん、亡くなっちゃったんですか。亡くなってない。亡くなってないけど別れちゃったわけだ。
女の人がね病気してたからだ。離婚してでそこからずっとお一人で。はいはいはい、うん、あとずっと一人。あ、そうなんだ。寿の人はね、みんなね、一人一人のやつが多いよ。へえ。こっちはどやにね、うん、いる人はみんな結婚してるやついないよ。みんな一人だよ。そうなんだ。みんな一人、こっちの寿に住んでるよ。どやがいっぱいあるでしょ。うん、あのね、みんな一人だよ。一人目が多い。そうなんだ。だからこういうとこはみんなお弁当もらい来てんじゃん。うん、食べられなくなっちゃうから、うん、こういうとこ、ここだけじゃない、まだあちこちあるのね。うん、教会知ってます？あ、知ってます。教会も、水曜日と土曜日が、うん、あの公園の中でやってるやん。あ、そうなんですね。それで教会の上でもお弁当じゃないけど、それも食べ物くれるわけだ。教会のやっぱお話聞かなきゃね、くれないわけね。それも行ってるんですか？あ、それも時々行ってる。もう向こうでいつも来る人はもう顔わかるからね。お互いにね。そうなんですね。お互いに顔わかるから。じゃあいろんな炊き出しに行ってるんですね。うん、でも生活保護もらわれてるんですよね、確かに。はいはい、生活保護をもらっていれば毎日炊き出しに並ぶほど困らないと思うんですよ。そう、生活保護をもらっていればそのお金で本当食べられるんで、うん、食べなきゃいけないけど、ここら辺の人はみんなそういうとこ来てるわけだ。そうですよね、うん、来てもらって食べちゃうわけだ。カープさんは何にお金を使っちゃったんですか？うん、あ、何のお金使ったか、うん、お金がないから炊き出し来てるんですもんね。美味しいもの食べちゃう、俺はね。こういうお弁当もらわないとね、お金出して、うん、食べちゃうわけだ。例えば、例えばね、肉入り野菜炒めとか、うん、ね、日高のね、ああいう料理だ。あ、はい、だから高級というより王将行って、うん、お肉食べたり。お金かかるじゃん、食べ物は。外食はね、うん、お金食べるのもお金かかるよ。うん、それでお金な、だって俺が生活保護12万円券もらってないんだよ。12万円。だって部屋代が 6万円取らんでしょ。うん、で、あとの半分がお風呂入ったり洗濯したり、うん、ご飯食べたり、それでもうなくなっちゃうわけだ。例えば、うん、そのパチンコとか。あ、ギャンブル行かない。行かないんだ。行ったってパーナーってやつじゃん。あ、ギャンブルやったってもう大勝ったりなんかできないじゃん。やられちゃうじゃん、お金なくなっちゃうじゃん。そういうことやってるよ。確かにね、うん、お金なくなっちゃうじゃん。あとはその女の子にお金使っちゃう。キャバクラとか。ああ、そういうのは女の子の方が金かけてあげないな。そんな余裕がないもん。まあね、そんな余裕がないよ。いくらももらってないじゃん。金に余裕がないじゃん。そっか。じゃあなんかご自身で料理ができないってことですかね。あ、自分でね、自分で俺作って食べると美味しくないじゃん。あ、だから外で食べちゃうわけ。確かに。自炊すると、うん、おかず買ったりなんかして、ね、作るの面倒くさいじゃん。だから出来上がったものを買っちゃうわけだ。そうすると金が高いじゃん。外で買ったり食べてるとね。それでお金がなくなってるんだ。あ、だからどんどんお金なくなっちゃう。へえ、あ、そっか。カープさんは76歳って言ってましたけど、うん、ご家族とか親戚の人とかっているんですか？うん、あ、もういるけど生活がバラバラじゃんよ。俺なんかもう大きいから、うん、ね、全然見てもらわなくたっていいじゃん。俺自分でやっていかれんから。ちっちゃかったら面倒見んねんけどね。もう大きいから自分のことは自分でやらなきゃダメじゃん。自分のことはね。確かにね。だから俺困ってももう兄弟のとこは行かないよ。へえ。ともなきゃ俺は行ってまだご飯食えないよって言ったら笑われねえんじゃん。そっか。いや、俺が工場来て弁当もらってるって言ったら、ああ情けないなと思うじゃんよ。確かにね。弁当なんかもらってね、食べてんなと思ったら、情けないなと思うよ。兄弟に笑われるよ。そっか、笑われるよ。お体に病気とか怪我とかってあるんですか？あ、今俺ね、血圧が高いの。あ、血圧が高い。だから病院今通ってんの。耳が今ね、聞こえないから今病院行ってんだよ。へえ。なんか、あ、そうなんだ。そこに耳もあるの。この間から行ってるの。何の病気なんですか？あ、急に聞こえなくなっちゃったの。こっちが。うん。いつから？もう2週間前頃からだ。え？まだ治んない。そんな最近なの？え？そんな最近の話？うん、最近の話だよ。まだ2週間来ちゃってない。おお。じゃあ原因も分かんないんですか？原因は分かんないな。へえ。病名とかも？うん、だから病院の先生は知ってるわね。うん、
ここで聞こえないっていうのは、あのほら機械のとこ行って、うん、あれ調べるから、あそれでここ悪いの分かる。じゃあ大変ですね。不自由だよ、だからここ悪いと。うんうん、で、お兄さんはああやって2個取っちゃって、まあ、僕らとちょっともう BI じゃないけど、うん、ちょっとそういう話になったじゃないですか、うん、そのお弁当を2個もらおうとした理由って何なんですか、うん、お腹空いてたの。俺もらっても友達にね、俺食べないで友達に あげたんだよ俺はね、うん、2個もらったけど友達にここ来ない人にあげたの。1個でもいいんだけどね、友達にあげるから。でもさ、でも誰にあげるかって決まってないでしょ。決まってないよ。でもあの時誰か決まってないって言ってましたよね。あの時誰か決まってないって言ってましたよね。ああ、お弁当あげる人、うん、いつも来る人は来ないから、来ればあげるけど来てないからね、俺持って帰ったわ、うちへ。うん、食べてなかったから。本当に肉もらったら悪いけどね、うん、悪いのは知ってんけど、うん、もらっちゃったわけだ。ああそうなんだ。みんながねそういうことしてるわけだよ。俺だけじゃない、周りもね肉もらってる人が大勢来てる。ここ、うん、大勢来てるのは分かったんですけど、うん、まあ、これだけはちょっと言ってきたいのは、その誰かがやってるから、うん、自分もやっていいってわけではないですからね。ああそうね、自分もそういう真似したわけだ。俺も周りがそういうことしてんと、俺もそういう仲間が入ったみたいになっちゃうわけ。うん、だしそういうことを知るやつがいるやね。結局自分がやったら自分がいけないんですよ。ああ自分がやったらダメだよ。うん、ちょっと聞きたいんですけど、うん、お弁当を2個もらったり、うん、2杯目食べたりっていうのは、うん、他のところでもやったことあるんですか。あ、ない。あ、ない。他のところはない。なんでうちのところだけその2個目取ろうってなったんですか。友達がね、友達がそういうのやって俺に教えてくれるわけだ。あそこは2個いけるぞと。ああ2個もらったやつが俺に教えてくれるわけ。あ、もう2つもらったよって、うんうんうん、2回並んで2つだよっていうやつがいるの、うん、だそれで俺がそういうの分かったの、うん、そうなんだ。向こうだってそうよ、あの向こうタクシー乗りだかね。あ、はい、あっこでおにぎり出るんでしょ、うん、あっこでも2回ももらってる人多いよ。それが何回も何回ももらって、うん、だから全員が2回だよ。うちも本当はお腹いっぱい食べてほしいんだけど、うん、カープさんがお弁当をもらうことによって、その最後の方で待ってるホームレスの方がお弁当を食べられないことがあるわけです、うんうんうん、だからダメって言ってるんです、うんうん、お弁当はもらえない人も出てくるからね。そう、うん、その辺は理解してもらえました。え、その辺は理解してもらえました。ああああ理解できる、うんうんうん、周りの人のことを考えればね、うんうん、もらえない人もないと思って書いてあるもんね、うん、じゃあそうやって2個もらえそうなところでは2個もらったりしてるんだ、ね、俺年がら年中2個もらってるわけじゃないよ。これはたまたま2つもらっただけじゃん。この間たまたま今日は2つもらわない1つだけじゃん。今日はだって絶対無理だって。今日は整理券渡してたから。そう、あの券をね、うん、あの券をお弁当で一緒に入って渡したから、うん、あれで1個、うん、だから俺これ1つ持ってるんだけど、うん、ちょっと今日のこのお弁当の中身見てもらえます。あ、まだ食べてないやん、うん、あ餃子と、うん、パスタはね、うん、この量でお弁当って足りない、うん、あ、みんなね、ここの人はねご飯が少ない少ないって言ってる。あ、周りの人が、うん、俺が言ったんじゃないよ、うん、周りの人がご飯、うん、少ないよ少ないよって言ってるよ。本当はね僕らもいっぱい入れてあげたいんだけど、うん、周りがね時間が遅いから、うん、みんな帰りが遅くなっちゃうわけだ、うん、もう9時頃でだいたいベッド終わりぐらいでしょ、うん、みんな帰って遅い人なんかもう10時頃になっちゃうわけだ、うん、でここでみんな食べてきちゃうからこの周りでね、うん、10時近くなっちゃうじゃん、うん、お弁当来るの遅いもんね、うん、9時ねちょっと前ぐらいだもんね。たまにね、うん、遅くなっちゃいますね。帰ると10時になっちゃう。でもホームレスの方たちよりも、うん、一番最初に皆さんに配ってるんですよ。だからホームレスの方たちは、うん、その後にお弁当もらってるんで、うん、皆さんの後にね、うんうん、なんでまあそこはちょっと勘弁していただきたいな。みんな弁当1個もらったらみんなどんどん帰っちゃうからね、うん、ここのお宅のお弁当もらった時は、うん、1回危惧してください入ってきたんだよ。この公園にね、あそこに並ばないでここに並んだわけ。これで危惧してくださいって持ってきたんだ箱を。あ、俺危惧してあげたよ。あ、
皆さんからちょっと、まあ、ね、あの時俺がお金あったから寄付してあげたよ、うん、ありがとうございます。お弁当もらうだけじゃないよ、親も寄付してあげるよ。いや、ありがとうございます。で、うちのお弁当は好きですか？はい。お気に入りのメニューってあります？メニュー言ったらどういうんだろうな、俺がメニュー言ったらな、メニュー言ったらお弁当言うから高くついてから、今度そうなったらね、自分の好きなもの選んだらね、ここは気使ってくれるんです。海苔弁当、あ、これも海苔弁当だね。海苔弁当好きなんだ。海苔弁当だ。今ね、コトビキのね、あのセンターのあの広場に毎週日曜日お弁当持ってくるの、はい、あれも教会のお弁当、海苔弁ね、あれもみんな並んでるわけだ。並んでお弁当一つもらってるの。で、苦いももらう人も並んでんの。もらっちゃう、ね、要するに券配ってんのね、券がないと苦い目がすぐわかんから、それでもくれるわけだ。券がなくても2個くれるわけだ、それで並ぶわけだよ。じゃあカープさんはこれからもうちのお弁当を食べたいと思って取りに来てくれるって。これからはね、俺がね、こういうとこ来るのはもう俺が面倒くさいから、自分でお米買ってね、自炊して、料理作りゃここ来なくても自分で部屋で食べられるよ。俺はあまりこういうとこ来たくないんだよ。そうなんですか？部屋にいりゃテレビ見てりゃいるじゃん。別に俺困んないから、これ弁当もらうとかね、困らないよ。お米買って電気山もあんから、ご飯食べられるよ。おお、すごいですね。そうすれば俺ここ来ないでいいじゃん。あんまり来ないからいいよ、うちでご飯食べられんから、そうやって自立するのはすごいいいことですよね。自分で最初自分でね、ご飯食べられるから。まあでもお弁当は僕たちやっぱそのみんなに食べてほしいから、もちろんカープさんにも食べてほしい。ここでか、だから全然2個もらわなければね、また来てくださいよ。また来てもね、2個もらわなきゃね。はい、わかりました。お弁当次回は2個もらってすみませんでした。おお、じゃあまた来てくださいね。はい、今日はもう、大丈夫なんで。すみませんね。大丈夫？はい、大丈夫。またね。お気をつけて。はい。ね、どうも。